はい、皆さんこんにちは、こんばんは。はじめましての人は、はじめまして、シラコングです。今回ね、ドッカンフェスト伝説降臨祭祭りかな、来たんですけども、まあどっちから引こうかな。453個あるから、一応計算上では何回引けるんだ、120連は引けるんか、無料分も含めてね。ただ俺としたらな、こっち持ってないキャラ多いし、こっちもな、なんだかんだ悟空とか欲しいしなと思いつつ、でもクーラーめちゃくちゃ欲しいんですよね僕。まあでも並び的には、まあ無凸が多いからクーラーはあれだけど、クーラーとこいつ以外、まあ凸してないキャラ多いから、まあこれは2凸3凸1凸だから全然ありっちゃありだよね。ブルー出ても確定じゃないのか。ジグの裂け目とか出たら嬉しいかな。あとは禅王様とか、ミスの巻き戻し。いきます。いやー、まあ出たらね、終わりにしようかな。やっぱ爆死してる人多いんかな。俺はそんな気がすんな。うわー、もうやだ、もう俺その中に入りたくねえな。10連目は移りそうだね。貴重な石を。貴様天さん、確定枠のみかなこれ。まあクーラーが欲しいからやっぱりクーラーから引くよね。そりゃね、セルーザいたね。こんなやつ3凸だったかな、虹か3凸。20連目いきます。なんか悪い。あー、スーパーサイジになるか。まあ、パリーンでも2段階いかんとちょっとしょっぱいもんな。ちょっとね、まずいっすね。これは壁紙変えるのもありかもしれんな。マベジ来たー。交換キャラー。いらねー。マベジはいらんかったな。クーラーしょっぱい。とりあえず1セットは回そう。うわ、虹ですねこいつ。回復するやつだよね確か。さあ30連目いきましょう。ヤムチャー、テンさん、チャオズ、この3体できてほしかったな。さあ2止まりが多いが、一応3まで行ったけどゴッドは行かず。しょっぱいね。ありがとうございました。じゃないよ。なかなか辛いガシャになりそうだぜ。一本釣りは確かに難しいかもしれんな。なんかここのとこ結構ついてたから、なかなかね、飛行にも引けれない確率っていうのがでかいかもしれんな。全然いらねえ。最近ネタにしたやつですね。あとはこいつは無凸か一凸か忘れたな。一回無料分引きましょう。やばい、残り300個しかない。あー、ワンチャンある。ワンチャンあるのかこれ。もう一回、もう一回、もう一回、もう一回。くそ。あ、力じゃない、速。こんなやつおったっけ。はい、虹です。ありがとうございました。あれ、こんなやつおったっけ。これ何のベジータよ。こんなやつおったんだ。へえ。いや、ありがとうございます。ちょっとね、壁紙変えよう。はい、壁紙、フリーザーにしてきました。よし、じゃあ行こう。40連目、カモンカモンカモン。あ、物欲センサー働いてんなこれ。チャンスアップ1個あるけど、2はしょっぱいけど、3まで行ったけど、いや3まで行った方がなー。2、3ってあんまり、1だとワンチャンなんか結構ね、なんかひっくり返るイメージもあるんだけど、
まあもちろん出ないこともあるんですが、3だったらもう最後確定枠ぐらいだもんな。いらん。お前じゃない、俺が狙いたいのはクーラだよ。虹です。ありがとうございました。さあ行きましょう、50連目。頼む頼む、そろそろ頼む、そろそろ頼むって50連で引けたらいい方なんかな。おお来た、このコンビは熱い。ただスーパーサイジンにはなるとゴッドまで行ってほしいね。ここまで行くんだったら、え、2止まりか。今回あれだね、激アツ演出がちょっと少ないね。前の時結構激アツの演出結構来てたんだけど、誰、あーピッコロさん初ゲットですね。今回のピックアップですね、あの強いという噂の。違うんだよ、俺が欲しいのクーラなんだよ。クーラが欲しいんだよ。お前じゃない、ニジだ。ピチピチギャルの出る幕じゃない。さあ、待って、1,2,3,4,5,6、これで70連目か。う、あー多いな。ちょ、チャンスアップ2個あるけどペジットに全然ならねえな。2止まり、オーナイ、2止まり、オーナイ、2止まり、オーナイか。数止まりが多いぞ。いやー辛いね、辛いね。お前じゃない。お前じゃない。ちょっと似てるけどお前じゃない。フーラじゃない、フーラは虹ですね。ありがとうございます。あ、天さん一つ目ですね、ありがとうございます。やばいな、でもなんか SSR の確率悪い気がすんな。80連目、頼むぜおい、頼むぜ。あ、ビルスがいる。チャンスアップ2個ぐらいか。いやー、ウィス巻き戻してくんねえかな、ウィス巻き戻してくんねえかな。頼むよ。ウィスさん出てきておくれ。出ない。いやー、みんなどんな感じなんだろうね。結構引けてる方もいらっしゃるみたいですけども。僕も引きたいよ、これは。クーラーだけは絶対引きたいね、やっぱり。クーラーはね、マジで欲しい。あの性能うんぬんの話じゃなくて、虹、いやーいやー一回ちょっとタスク切ろう。さあ行こうか、3セット目。これで90連目か。いきます、気分一新したはず。やったー、なんか微妙じゃない？大丈夫？大丈夫？お！しゃあ、俺はゴッドまで行くぜ！頼むぜ。危機迫ってんだよ、こっちは。ただなぁ。LR のピックアップでちょいちょいいるからなぁ。あ？こいつ何凸だっけ？まあ、使うっちゃ使うけど。なんか違うな。思ってたやつと。お、いや違う、一つ目だけど違う、違うんだ、ありがてえけど。おわーおわーくそったれ、忘れたな、こいつ二凸か二次か忘れたな、ちょっと使ってないんで覚えてない。これで100連目か、記念すべき100連目。え、大丈夫これ、なんか仲間こんことが多いね。なんだ、なんでだろう。なんでだろう。あれ、今回俺信頼されてない。あれ、はい、虹です。むしろ余ってるぐらい。まあまあ、でも極限 Z 覚醒させてないから、それ食わしてもいいかもしれんな。ただ使うか使わんかっていうと使わんけどね。
いやーめちゃくちゃ誰や、力突破ニジヤ、ニジヤいらんやつばっか来る、やばい。110連目、うわ多いけど多いけど、頼む頼む頼む、シャオラブルーブルーブルーじゃないだと。いや緊張してるよ俺、この10連10連にやっぱ魂かけてる。入れ替え誰くー二突目ですね。でもありがとうございます、二突できたのは嬉しいけどね、素直に嬉しい。ただ違う、俺が欲しいのクーラー、クーラーが欲しい。いや物欲センサー働かしちゃダメだな。誰、ああピッコロさん二突、一突目ですね、一突しました、ありがとうございます。あー悟空か、いやーまあ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 最後行きましょうか。あーワンチャンベジータだけだったら、震えるぜ、また2止まりか、やばいな、これは課金コースになりそうな気がするぜ。まあすでに課金したけど、うーん辛いね辛いね、でねえもんだね。おう、まあそんな感じですね。で120連してまあ結果がどっからだ、セルだからか、なんでまあ悪いっちゃ悪い方かな、これは。まあ悟空ご飯ピッコロ手に入ったのはでかいけど、それ以外に関してはそんなにうまみを僕は感じないかな。天さんもまあありがたいっちゃありがたいか、いやきつーゲロ吐きそうだぜ。はい、まああのてな感じで、まあ、今回の動画はこれまでにしようかなとは思ってます。まあ課金できたらねまた課金していこうかなと思いますんで、皆さんぜひねその時はよろしくお願いします。ってな感じでご視聴ありがとうございました。またねチャンネル登録とよろしくお願いします。それじゃあまた皆さん。